日本三重県に島市磯部町的屋磯部町的屋は三重県島市の地名。的屋柿の産地として食通の間で知られる。島市の北東部、的屋湾北岸に位置する。地形的には海岸の低地と丘陵からなり、どちらにも集落が形成されている。一部の地図には描かれていないが、トロクの島に昭示館神、イモリという飛び地を持つ。的屋柿屋、 真珠の養殖を中心とした水産業及び旅館などの観光業が基幹産業である。北及び東を戸橋・片子町、北を磯部町三カ所の飛び地、西を磯部町山田と接する。上述の通りトロクの島に飛び地があるため磯部町トロク屋にも接する。古くはマトではなく敵屋と表記されていた。マトでは 鍋田たこ群や船なとこふなどが見つかっており、古くから勢力を持った人々がこの地にいたことが伺える。特に鍋田たこ群は19期あり、朝日さす夕日輝くエセビの下に埋めてある像へ、小判千両という伝承があり、まがたまやすなどが出土している、南北朝時代の書物、上大鳥章に敵やミクリアとして掲載されているのが資料での初見である。宇じね引付では、 干渉3年10月17日に内宮、万所大仏衆が敵屋上殿にあてて書状を送っており、当地に城を構える者がいたことがわかる。城主は敵屋氏と呼ばれていたようで、代々伊蔵浦総建業の職につき、伊勢神宮別宮の伊蔵宮や磯部の地を治める地位にあった。しかし、戦国時代の協力4年に、久喜氏の奇襲を受けて、敵屋氏は滅ぼされた。 島海賊旗の中で、吉田正幸は敵屋について、悲運の名族と評している。江戸時代には、伊勢神宮の送り屋ではなくなり、的や村として、島国東資軍国含みに属し、鳥羽藩の私生下に移った。推進が深かったため島国において、的やの港は、鳥羽港に次ぐ良港とされ、江戸と上方を結ぶ、東海戦等が寄港する、風間地港として、 トロクの島と共ににぎわった。この頃、船宿と呼ばれる商店が軒を連ねたことから、商伊勢と呼ばれたことがある。マトヤには大マトヤと小マトヤの二つの港があるが、当時は主として大マトヤが利用された。文久元年の記録によると、船宿は約四十軒、沖屋は約二十九軒あり、水上遊女と呼ばれた走り金も多数いたという。 それぞれの港には日和山があり、村海線の船導らによって、宝遺跡が設置された。現在の日和山にある宝遺跡は再建されたもので、江戸時代の宝遺跡は、島市指定文化財として、島市歴史民俗資料館で保存されている。当時から、マトヤの産業は、漁業が主体で、毎年2回、小屋のまかないと称して、伊勢神宮に魚を献上していた。 また漁業量は金子で、鳥羽藩に収めていた。幕末には、異国船打ち払い令に従い、砲台と陣屋が築かれた。陣屋とは、マトヤ村神社になっている。マトヤ村時代のマトヤ港、明治時代になると、三箇所村、トロクの村と合併して、マトヤ村となり、道村の中心地区となった。1928年に、佐藤忠夫が、マトヤ柿の養殖に成功すると、 マトヤは、下記の町として、名声を得た。昭和の大合併では、磯部村都市、旧マトヤ村役場はしばらく、磯部町役場マトヤ市所として使用されたが、現在は廃止されている。1947年に開校した、マトヤ中学校は、磯部中学校との統合が二度検討されたものの、存続してきたが、2013年に、文岡中学校に統合されて閉校した。 また1873年に開校した、マトヤ小学校も2016年に受方小学校に統合されて並行した、ウェブ5 2011年の東日本大震災を受け、マトヤでは、マトヤ小学校に飲食料と個人の衣類を備蓄し、災害時に、実地会が、一人暮らしの高齢者に声かけを行うという、災害対策を開始した。 2015年9月16日に発生したイアペル地震に伴う津波により9月18日に津波注意情報と市の避難勧告が発令された際には19世帯31人がマットヤ小学校へ避難した。諸説ある2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。Web に 1745年以降の人口の推移。なお、2005年以降は、国勢調査による推移。1745年以降の世帯数の推移。なお、2005年以降は、国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる、w e b 級磯部町的屋にあった的屋中学校は2013年に、 マトヤ小学校は2016年に廃校となっている、ウェブ語。日和山江戸時代に江戸と大阪を結んだ東海線、等が天候を見るために利用した山。山は2カ所あり、大マトヤ、小マトヤと呼ばれている。方遺跡が設置されている。マトヤ城跡代々、マトヤ区及び、イゾーグルの警護を担当した、マトヤ三マサ守の居城。小規模のため、 マトヤトリデと呼ばれることもある。戦国時代に、久喜市に攻められ陥落移行は、ほとんど見られない。マトヤ湾を大橋マトヤ湾と、伊豆の裏を開ける、鋼上寺ローゼ橋。橋百237メートル。マトヤから橋を渡った先が、島スペイン村である。マトヤ城線船場江戸時代に発展した港町である。ため、水上交通は重要であったが、 2013年、現在は、的屋湾沖のトロクの島と的屋対岸の3カ所との間を結ぶ県道線を残すのみとなっている。名前の通り30県道に指定されており、無料で利用できる。道路的屋区内の道路は狭く、対向車の行き違いが困難な区間が多い。バス廃止された公共交通的屋郵便局。ありがとうございます。